チャンネルナビゲーターの浦添かなえです。第3回目となるリンクユーチャンネル、不定期で発信を続けております。沖縄タイムズ社が運営するクラウドファンディングリンクユーで実施されているプロジェクトの進捗報告や新しいリンクユープロジェクトのご紹介をしていく番組です。どうぞよろしくお願いいたします。クラウドファンディングについて改めて簡単にご説明していきます。クラウド、群衆、ファンディング、資金調達が合わさってクラウドファンディングです。アイディアや実現したいプロジェクトを持つ起案者がインターネットを通じて世の中の人に呼びかけ資金を集めるサービスです。このクラウドファンディングには寄付型、投資型、融資型、購入型がございますが、沖縄タイムズ社が運営するクラウドファンディングリンクユーは購入型のサービスとなり、支援者から資金をいただいたら何らかの返礼金が返しとして特典を受け取ることができます。では今日はスペシャルゲストをお呼びしております。かかずさん、入った。中へゆたさるぐとうにげんさびら、うにげんさびら、よろしくお願いいたします。素敵なお召し物ですね。二平デビル、あー素敵です、うん、もうこの内な口で返したいけど返せないもどかしさ、うたさいびーさたい、うたさいびーさいたい、はい、大和口に行ってきそうで、あ、ありがとうございます。もうあのかかずさん今日ね、うん、マスクまで素敵なこの、うん、なんていうんですか、うちなのうちなちんちん、ちんね、素敵な、うん、あのマスクなんですけれども、はいね、皆さんにこれ見ていただいて、うん、ぜひでもあの換気もしてソーシャルディスタンスも取ってるのでね、はい、ぜひあのもっともっと笑顔を見せていただきたいので、うん、一旦ねマスクの方を、うん、お披露目していただきます。なんせ言うたサイビーゲー、はい、よろしく、ウニゲーサビラー、イーチユーユーとサビラーをセトニヘイデビル、はい、あー、改めまして自分に優しくなったおびさたい、うん、すっきりしましたか、うん、はい、はい、今日はですねあのプロジェクトということで、うんうん、あのかかずさんから素敵なメッセージをお聞きしたいのですが、うん、やったい、うちの口やったい、うれよ、うん、ちちぐと、ちちぐと、みぐと、みぐと、うちの口、かたいたや、かたいたや、うちの口、素敵。無知かせびな。もう皆さん、ちちちちち、うん、ちち、もう一回いいですか。ちちぐと。ちちぐと。みぐと。みぐと。うちなあぐち。うちなあぐち。かたえたや、かたえたや、うちなあぐち。肩が痛いわけじゃないですよね。うん、これどういう意味なんですか、はい、うん、これはですね、やっぱりあの皆さんが聞くこと。聞くこと。うん、あしから何事も見事だねと、 うちなぐちあし見事やがやというふうな、それでそのことであなたと語りたいね、語りたいね、それがうちなぐちですよという意味です。はい、いいうちなぐちを使ってもっといっぱい話して知っていきたいね、はい、っていうこと、語りたや、語りたや、語りたや、語りたいね、うちなぐちしいう意味なんですよ。これが今回プロジェクトの、うん、はい、ね、素敵なタイトルになっていますけれども、はいはい、じゃあかかずさん、うん、今回ねこのクラウドファンディング、うん、なぜ、プロジェクトをスタートさせることになったかお話聞かせていただけますか。はい、こうですね、わったうちなぐち普及協議会、うん、NPO 法人にあいびしがあの今年20周年になります。それでこの20周年の一つの行事としていろんなのを計画したんですけど、うん、生のコロナ、コロナ、はい、それでもいろんな式典が並んだとおの目に、うん、私のうちなぐち新聞っていうのを毎年年3回ずつ発行してるんですよ。うちなぐち新聞、これですね、そうです、こちらですね、うちなぐち新 聞、はい、新聞、それをあの60何回もなってるんですけども、うん、今年これを64号までのものを一つの冊子にして縮小版で全部この新聞になったのを300ページぐらいなるんですけども、うん、それをまとめてあの発刊したいと
いう考えでもってやってるんですけど、ただそれするにはやっぱり資金がいります。そうですね、はい、300ページしたどれ、これ、これぐらいですか。ウィヘヒュガオコネがやって7センチぐらい、7センチぐらいじゃないかな。7センチもあるってすごいですね。そうですよ、さ、おんぶさんの、うん、はい、それで資金がかかるなっていうことで、はいはい、クラウドファンディングに頼る以外ないなと思いまして、うん、あの皆さんのご協力を得たくて、うん、それで今あの沖縄タイムズさんにお世話になってるような次第なんです、はいはい、ですからぜひこれをね、うん、あのお願いした分の資金を集めて、うん、この内縄口新聞の300ページっていうのをぜひ成功させたいなと、私はそういうふうな気持ちのやり方やってるんですけども、だから世間の人がちゃんと、うん、私たちのその気持ちをね受け取っていただければ、もう本当にありがたいことだなっていう、うん、そういう気持ちです、はい、この資金は今回おいくら目標にされてるんですか、はいはい、一応ですね今のところ100万を目安に、はい、うん、あのスタートしてることなんですが、そうなんですね、はい、あの今回100万円ということで、はい、返礼金についてまた後ほどね、返礼品ですね、返礼品ですね、はいはいはい、について後ほど細かくお話しするんですけれども、はいはいはい、まず、おいくらからこの資金のねこの、うん、なんていうんですか、支援する人は、ね、はいはい、おいくらからできるんでしょうか。まずですね、あの今ここに本があるんですけども、はい、これは内縄口の教会が、うん、あの作られた本で、俺は本屋さんには内縄指なんて置いてないんです。売ってないんですね。でこの本をあの一応返礼品としてお上げっていうのはお礼にやりたいんですけど、うん、まずこれ一冊の方も、それから内縄口、楽しい内縄口っていうのも、楽しい内縄口、うん、いいですね、はい、これ本当に楽しいです、うん、それをどちらかなんですけど3000円で、あの支援していただいた方に返礼品としてお礼をして、ただ THC は物足りないなと思ってらっしゃる方には2冊セット、うん、2冊セット、はい、これを2冊セット、はい、はい、それで THC じゃ足りないなと思う人は、いやいや足りないです両方読みたいなとおっしゃる方には2冊セットで、あの皆さんに5000円の支援をお願いしたい、うん、でも1冊3000円なんですよね、はい、で1冊3000円なんですよ ね計算ありませんかね。それ資金大丈夫ですか、うん、いやもうこれはね支援する方への私たちの心遣いで、あの1000円は引いて5000円でお願いしたいということで今スタートしています。こちらをですね先にあの、はい、私ねあの勉強させていただいたんですけれども、はい、もう絵がまた可愛いんですよ、うん、この楽しい内縄口でね、うん、でもうねいろんなあの和子供のことを内縄口でわらばですかね、わらびんちゃ、わらびんちゃ、わらびとも言いますけど、うん、いろんな言い方があるんです。中は分かりますよ、はい、チュラさんでしょ、うん、チュラさん、チュラカーギーかね、美人のことをうちの口で、中から始まるってのね、人中、ここ中入ってる、入るんじゃないですか、中らさん入る、中っていうのはここに入るの、これ今練習問題だから、うん、これはあのうぬっちょんあんしやちゅらかあぎやる、美人ですね、ちゅらかあぎや野菜というふうな言葉に使います。あ、いいですね、はい、このね、はい、咳のことサッコエっていうんですかね、なんで普通は私方はさっきって言うんですけど、さっきさっきソースやねインフルエンザとかね、コロナに、ね、今ねさっきおほうしにさっきやそういうことやマスクかけるマスクかける、うん、そういうふうになっていますね。これね、はい、拝見させていただくと、私もうちなんちゅでずっとあの祖母も一緒に住んでいて、うちなあぐち聞いて育ってるんだけれども、いざこうやってうちなあぐち講座をやろうとすると、あ、なんか読めないなとか、あ、全然わからないことたくさんあるんだなっていうふうに思っていました。でまたここもまた素敵なんですよね、これはもううちなあのね昔の物語、物語ストーリーストーリー、はい、そういったのがたくさんあの入ってますね。これ本読みながら、はい、内縄口も勉強できるし、沖縄のこの物語もできるし、一挙両得ね、
もうあの支援します。はい。会えないペニヘデブル。もうすごく、だって本屋さん売ってないんですもんね。売ってないです。本屋さんには売ってないですね。素敵、はい。そういうふうに沖縄のこの内名口を改めて、はい、あの大切にしていきたいなっていうふうに、はい、あの今回ね、かかずさんのこのユンタクハンタクさせてもらって、はい、いろいろあの気づかせていただくのもあったんですけれども、はい、まあ気づくっていうこと、いいことですね。本当ですね。はい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 、で今。うん、2点セットの話までありましたね、はい、お得な5000円セットなんですよね、はい、その次にもありますよ。ありますか？もっとお得のがありますよ。もっとお得なですか？もうこれ飛びつかないとダメ。飛びつかれる。そうですよ、はい、何でしょう。実はですね、今度先ほどお話ししたこの冊子、うん、この内南口新聞のね、の縮小版を300ページぐらい、うんうん、これ1冊と1冊とまたこのターチの本、うん、売りたくあち3点セット3点セットで、うん、これで1万円ですと計算してみてください。あ、こちらこの3点セットの前にこちら1つだけもね、1つでおいくらでしたっけ？5000円です。5000円なんですね。冊子だと、はいはい、あ、俺わしりとみたいにあった、ね、ごめんなさいね。いえいえ、はいはい、じゃあこれ冊子だけだと5000円なんですね、うん、で3点セットだとなんとまた1万円なんです。1万円なんですね。はいはいはい、1万円のご支援をしていただいた方は、はい、これをしていただいたい、この3点セット、うん、ただや、うん、この、 あの新聞の冊子は、うん、あの今月11月の25、6日にしか、かあの印刷屋から出来上がってこないので、うん、出来上がりしてすぐ発送します。もう本はすぐ発送していきますので、もう本はあの数があるんですね、はい、あります、あります。そうなんですね、はい、じゃあもう、はい、この YouTube をご覧いただいた方はすぐもそのポチッと、はい、ポチッともう支援します、ね、支援します。かかずさん、カメラに向かって支援します、支援します。それでね、マウスでピッ、マウスでピッと支援します。いいですね。そしたら、はい、5000円の支援はい、1万円の支援です。またアンアランデレーやホンティーチシンユタサイビードということな、うん、1冊でも結構です。はい、はい、そういうふうに皆さんのお心をいただきたい、うん、ということです、うん、はい、そういうふうなことで今計画で進行中ですね、はい、クラウドファンディングは。クラウドファンディングで100万円を目標にされているということで、うんうんうん、この期限はいつまでなんでしょうか？とりあえずやん、うん、12月の11日まで100万に達するように今努力しています。はい、今日の撮影日が11月の12日なので、うん、ちょうど1ヶ月あるんですね。うん、あっとないればって言った、うん、じゃあこれがね、 YouTube がすぐ配信されたら、配信されたら、ね、かかずさんみんなマウスでポチッとするから、うん、ね、支援します。支援します。一つで支援します。で、二つの時はこっちなんですね。支援します。支援します。いいですね、はい、はい、じゃあこの沖縄の言葉を次世代に残していきたいということで、はい、あの今ですね、やっぱり内縄口はね、若い、うん、まあ、そういったら一平グーブリー失礼な言い方で、いい、若い人たちもそうですけれども、ある程度年齢いった方もやっぱり家庭で、うん、家族で内縄口あんまり使う機会が少ないので、今だいぶ内縄口の普及率がもう下がってきて30% ちょっとしかいないんですよ。 30% ちょっと、はい、だからそれをいかにして普及していくかですね、うん、だからこういう本もいっぱいあれで普及して、今あの ING なんですけどね、うん、ING、うん、うちな口も話しながら、オランダ口も、オランダ口も、オランダ口も喋る、うん、すごいですね。そういうふうに今とにかく一生懸命ですから、うん、あの皆さんのお力をね、ぜひこういったものに寄せていただいて、はい、あのお心をね、父にくださったら、必ずいいようにきちっとした冊子が作れますので、はい、うん、ご協力、ご協力よろしくお願いいたします。ユタサルグトウニゲーサミラでございます。じゃあ返礼品に関しては、うん、1冊3000円、1冊3000円、はい、そして、この新聞だけの冊子5000円、うん、でこの 2冊セットになったのが、また5000円なんですよね、はいはい、で3点セットになったのが1万円、うん、まあ、そういうふうにして皆さんへのご協力を、うん、あの賜りたいと、はい、そう思っていますので、ぜひあのこのクラウドファンディングをご覧になった方は、うん、
ヒッチンヘクすぐ支援します。ヒッチンヘクすぐ支援します。いいですね、はい、というふうにして一日でも早い方がいいですからね。そうですね、本についてはすぐ発送できますので、うん、住所がきちっと分かればやりますので、うん、この新聞の冊子がねちょっとこれだけ300部の、まあ、全部まとめてあるんですけど、まあ、印刷に回っておりますので、あるいは早くできるかもしれないです。はい、コロナの影響も、ね、あって、はい、家での時間が増えてきてるじゃないですか、ステイホームでね。でこれをまた家庭でこの本を、はい、ね、物語を読んだり、はい、ね、勉強したり、こういう時間でね家族で、はいはいはい、ヤーグマイの歌とかありますもんね。ヤーグマイ ね、その時にこそこういうのを見る時間も取れるわけですよ ね、はい、あ、いいことおっしゃってくれました。はい、子どもたちもねこのヤーグマイの歌を歌って、うん、こう今、ね、できることはあるんだよっていうふうにね話をしていますので、ヤーグマイでこういう教養も高めるっていうことですよ ね、はい、今回のこの今、かかずさんがいらっしゃる教会、はいはい、教会一緒に今、プロジェクトをされていらっしゃる方、はい、はい、玉城節子さん、はい、あの、はい、舞踊家のね、舞踊家の玉城節子さん、はい、あとキリスト教大学 の教授で荒垣智子先生、荒垣智子先生、はい、もう想像たる皆さん、それから知念牛さんね、じゃあ知念牛さんも、うん、皆さんで、ね、この内名口をもっともっと大切にして普及していこうっていう活動をされてらっしゃるということなんですね。ご協力、メッセージのご協力をいただいてますので、はい、またこういう方々 のバックアップも得て、またなお力を入れてやりたいなとこう思っていますので、その素敵なメッセージは、ね、クラウドファンディングリンクユーのチャンネルでね、皆さん、はい、ご覧いただけますので、はい、ぜひここもヘイクナポチッとでしたっけ、これはまたパソコン開けてね YouTube から見てください、うんうん、あ、 YouTube からパソコンじゃなくてもスマホからでも、スマホからでも、うん、大丈夫やいびんの、大丈夫やいびん、はいはいはい、ぜひご覧になってください。はい、まず何よりも見るって読むこと、見て読むこと、はいはい、はい、そうですね、思いをまた受け止めること、またそこに受け止めてちゃんと表す、はい、それが大事ですね、はい、はい、じゃあもうせっかくですので、はい、かかずさん、はい、ご覧いただいている方にメッセージ、はい、一言いただいてよろしいでしょうか。いいですか、はい、どうぞ。かかずさんのねこの、はい、プロジェクトに対する思いをね、思いをね、うん、はい、内名口医師には部数用語若見ソーラングと、私たち内名口普及協議会はやっぱり会員も名手いらっしゃるんですけども、なほ皆さんみんなのお力をぜひ私たちに寄せていただいて、それでこのグランドファイティングを成功させてもらえたら、もう本当に幸せ、胸いっぱいです。よろしくお願いします。もう気持ちです。はい、胸にすごく届きましたので、ご覧いただいている方もね、はーっと伝わらないポチッとしていただいていると思います。気持ちを込めてね、気持ちを込めてね、ね、なんかこの押すことに、なんか内名口であるんですかね、うすん、うん、パソコンうすんでね、皆さん、かかずさんがおっしゃってたなって、うすんで、うすんでね、うすれて、うすん、うすんでね、まあ、ティーかけて、ポンティーかけて、うすんで、はい、ですので、よろしくお願いいたします。かかずさん、今日はお時間いただきまして、ありがとうございます。一平二平で、こういうね、顔を見て、私も僕らは育った皆さんぐすよに心を知っていただければ、素晴らしい景色になっていくなと思います。僕らは途切れない。では最後にですね、毎回ポーズをしてるんです。あら、そう、あら、素敵なポーズだな。はい、じゃあクラウドファンディングの、はい、起案者と、起案者と、かかずさん一緒にやりましょう、起案者と支援者をつなぐリンクユー、よろしくお願いします。失ったものもたく
くさんあるけど、でもこの島の太陽、僕らを照らしてすくすく育てよう。島のわらびんちゃん、大きいなわがっぱいもたちゅうも、むるどしは大きいなわ。わしりるなやなれるふかなれ、またあとからな、用事終わらせて迎えに来るさ。またあっちゃな、僕らは切れない。